高潔智秀の Go To 電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半にしげハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい Go To 電子地ステーション。おはようございます。ここからは高潔智秀の Go To 電子地ステーションの時間です。どうですか、今朝ごはんを作っているお母さん、夏休みで家にいるのでお昼のことも考えないといけないし、ああ夜のことも考えないといけない、そういうふうに思いながらこのラジオを聞いているのかもしれませんね。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地をスタジオに、東海ラジオとのコラボで実現した番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信します。三重県の芸術文化、地域情報、音楽情報をぜひご覧ください。高潔智秀の Go To 電子地ステーション。先週に引き続き、四日市商店街にて三重馬宿に横丁四日市塾の経営を通じて、三重県の魅力を発信し次世代教育にも力を入れる株式会社郷土活性化吉田金次郎さんにお話をお聞きしていきます。先週はですね、うん、次世代教育にかける熱い思いをお聞きしてきました、うん、やはりイベント、うん、今週はこのイベントについていろいろお話をお聞きしていこうと思います、うん、はいはい。やはりこの金次郎さんの中でもイベントが持つ役割って大きいと思いますか？うんうん、そうですね、イベントはね、もう数もいろいろと今までやってきてるんですけども、やっぱりイベントっていうのはもう単発的な集客力っていうのはすごくありますし、こうメッセージを伝えるっていうのもやっぱり必要だと思いますね。今、まあ、大きなイベントとしては四日市町中バルっていう町バルと、あとはあの三重の大酒蔵市っていうイベントですね。この2つについて、それではまず町原からどんなイベントなのかをお聞きしてもよろしいでしょうか？町原はですね、近鉄四日市近隣の飲食店が80店舗ぐらい参加する、食べ歩きができるイベントですね。で、4枚綴りのチケットを買っていただいて、で各お店でその店の看板料理2品を選んでいただいて、あとプラスドリンクが飲めるイベントになってます。これはこの日ならではの特別メニューとかもあるんですか？うん、はい、それもありますし、その店の看板メニューを出してる店もありますね。普段ですと、うん、やっぱりこう1軒目行ったら、うん、なかなかねそこだけで終わっちゃうこともありますし、あとこう行きたいんやけどちょっと行けない店ってあるじゃないですか。ある。そのちょっとハードル高そうやなとか、はい、ちょっと一人じゃ入りづらいよねみたいな、そういう店に行けるチャンスなんですよ。確かにそういう意味では、うん、こういった企画は面白いですよね。面白いですし、あとお店側も新たなお客さんも発掘できるんですよね。普段来られないお客様が来られるんで、そのお客さんに店を知っていただいて、また再来店につなげると、そういうイベントでもありますね。吉田さんのお店でもやはり参加されていて、うん、はい、やっぱり多くの方でにぎわいますか？そうですね、やっぱり新しく来られる方多いですよ、はい、そこでこう出てくメニューっていうのもやっぱりこう普段とは違いますよね、うん、そうですね。ただうちも看板メニュー伊勢マグロを使った料理を提供してるんで、初めて伊勢マグロを食べたというお客様も多いですね。一番最初の第一週で聞いた伊勢マグロですね。うちはね伊勢マグロ出してますね。どんな声ですか、うん、このいやもうね伊勢マグロ食べたくて来る人も結構多いですし、結構リピーターの方も多いですよ、はい、やはりそうですよね、うん、この普段行っているお店だからこそ、うんうん、またこれもちょっと行ってっていうのもあるでしょうし、はいはい、面白いですよ。こうマップがあるんで、町丸のマップがあるんですよ、はい、でその日は商店街をですね、こう町丸のマップを開いて皆さんこう歩いてるんですよ。その風景がすごい面白いですし、来られた人はそのマップで次どこ行くみたいな会話をしてるんで、いいコミュニケーションツールだと思いますね。確かに普段四日市でどこに行こうかっていうのをこの地図をね見ながら行こうって決める人って今なかなか少ないと思うんですよね。なんていうかこうインターネットですぐこう検索して、そこにこうピンポイントで行くっていうような方が多いので、商店街をくまなく知っていただくっていう意味ではすごくいいイベントですね。でその新しくできたお店は知ってもらうこともできるいい宣伝にもなりますし、まあ、双方にとってすごくいいイベントだと思いますね。このイベントは、うん、毎年ですか？毎年1回です。
今年はいつ？6月でもう終わっちゃいましたね。ああそうですか、はい、次は来年ですね。そうですね、また来年も6月ぐらいに開催しますので、はい、来年にかけてこうやっていきたい、うん、これは新しくしたいというものありますか？町割れて たくさんのお客様に来ていただけるんで、もっとちょっとイベントとしていろんな仕掛けはしていきたいですね。あ、はい、いいですね、うん、今思っているのはどういうのがありますか？うん、今音楽は一つ取り入れて、町場に合わせて、ウェルカム音楽、生バンドの演奏とかやりだしてるんですけども、他にもねちょっとそういう普段とは違 こう空間を楽しんでもらえるのことをやりたいですね。あと実況中継やりたい。そんな町バルの実況中継ってどんなイメージで、はい、町バルでよく言われるのがどの店が空いておるのか、はい、この店は何人ぐらい入れるのかっていうのを知りたいっていう声がすごく多くて、それを商店街で実況中継したいなと思って、まあ、それはちょっと来年やろうと思ってますね。確かにこのマップの紙面だけでは伝わりづらい、その時ならではの情報ってありますよね。そうなんです。それをリアルタイムに流したいなと思って、ディスクジョッキーがそうです、ね、この商店街だけに向けて発信する、はい、いやもう私ぜひ喋る側で、はい、ぜひぜひ参加したいなと思いますね。はい、いやもちろんお店も楽しみますよ、うん、お店も楽しみながら、うん、私がこれがすごく美味しいとかっていう話をまたそこでお話ししても面白いと思うんですよね。そういったこう何でしょう、皆さんに伝わるっていうものと、うん、こう皆さんが聞くっていうものが、うん、双方向のやり取りがされるっていうメディアって面白いですよね。面白いと思いますね。私たちのこのインターネットテレビ、うん、電子地ステーションもやっぱりこう、うん、多くの方々からのフィードバックもらってますし、すごく大事にしてるんですよ。やっぱりそういったお互いのお話をこう聞きながら新しくものを作っていくっていうのはすごく、うんうん、いいですよね。知らないこともやっぱ気づけますしね、うんうん、面白いですよね。面白いですね。それではもう一つの酒蔵市、はい、こちらについてはどのようなイベントですか？はい、これもね5年続けてるイベントなんですけども、続いてるイベントなんですけども、三重県ってね酒蔵がすごくたくさんある県なんですよ。はい、でも三重県内の消費量がすごく低い県なんですよね。え、なんでですか？まあいろいろ要因はあると思うんですけども、県外に持ち出してるっていうのも大きいですね。県外への展開や海外への展開が多いというイメージなんですかね。で、三重県内で実際にその三重県の地酒の消費量っていうのはすごく低いんですよ。で、毎年残念ながら酒蔵さんも少なくなってるんですよね。で、それを聞いた時にそれはおかしいなと思って、で、僕たち飲食店ができることっていうのは絶対にあるなと思ったんです。で、もちろん飲食店だけでは無理なんで、酒蔵市っていうのは酒蔵、飲食店、酒販店さんに協力してもらって、運営しているイベントになってますね。酒販店さんに協力っていうのはなかなかちょっとないような気がするんです。そうですね。で、やっぱりその、酒販店さんっていうのは独自のルートを持ってるんで、なかなかこう協力して何かをするっていうような業種でもないんですよ。でもそれを協力することによってたくさんこうたくさんの方にいろんなことを配信できるんじゃないかなと思って、今回は酒蔵市はもう最初から酒販店さんに協力を仰いで、地元の酒販店さんの、5つの酒販店さんに入ってもらって運営してますね。具体的にどういう入り方をしていただいてるんでしょうか？入り方としては酒蔵市ってですね、実は酒蔵市の中に一つね酒屋さんを作るんですよ。どういうイメージでしょう？酒蔵市って商店街でやるイベントで、はい、年に1回三重県中の酒蔵さんが商店街に集まるんですよ、ね。はい、で近隣飲食店がその魚に合う、お酒に合う魚を提供してもらうと。で、普段、イベントでは食べれないようなものが食べれちゃうんですよ。例えば天ぷらとか揚げたてのそれだし巻きとか。すごく面白いですね。そうなんですよ。それ普通店に行かないと食べれないものが三重県の地酒と一緒に食べれるってイベントなんですよ。で、そこでお酒も買えるんですよ、実は。そうですよね。そうなんですよ。で、なかなかそのお酒を買えるイベントってないんですよね。そうですよね。そうなんですよ。なんかこうその場で飲むっていうのはありますけれども、持ち帰りをお土産として持って帰れるお酒ってなかなか買えないですよね。それはもう酒販店さんの協力がなければ無理なんですよね。いや、それは面白いですね。そう考えるとこうお酒がこう飲めないというか、今車で来ちゃったから飲めないという方もそのいいものが見つかれば買って帰れますし、面白いのが食がやっぱりすごく美味しいんで、ファミリーで参加される方とか女性のお客様とかすごく年々増えていってるんですよね。すごくいいですね。多様性が生まれてますね。いや、と面白いのが朝11時から始まるんですよ。でも1時間ぐらいしたら酔っ払いだらけになるわけでしょ。はいはい。で、1時間酒蔵市名物で1時間に1回全員で乾杯をするんですよ
めちゃめちゃ盛り上がる、これが全員が昼間から飲めるわけですよ、そうですね、三重県の地酒を、でもみんなめっちゃ気持ちよくなってるじゃないですか。で1時間2回みんなで乾杯するともう最高ですね。いやなんかこの仕事としてね、吉田さんもこうやってる部分あると思うんですが、単純に楽しいんですよね。めちゃめちゃ楽しいですね、はい、やはりこう携わってる人が楽しくなるっていうのも一つこう継続するイベントの秘訣ですよね。それとやっぱりその収益が出るっていうのと、でその後にこのイベントを開催した意味が残るっていうことですよね。で僕たちはそこに賛同する飲食店の方には必ず三重県の地酒を店で置いてもらってるんですよ。で三重県四日市の飲食店では三重県の地酒を置いてる店がすごく増えてるんですよね。でそれがこうイベントを作ることによって派生することというか、そのイベントをやったことによってたくさんの人にお酒を地酒を知ってもらって、飲食店はその地酒を取り扱ってもらう、そういう仕組みを作っていくのが僕はイベントだと思ってますね。こういったイベントの熱い思いですとか、また来週もお聞きしていきたいと思いますので、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。電子地ステーション、そろそろお別れの時間になってきました。今日もご出演ありがとうございました。酒蔵市は、今年はいつ開催されるんでしょう。今年は、ね、もうすぐなんですよ。来月なんですけども、9月の22日ですね。あ、これはもう楽しみですね、はい、もうぜひ来てください。ぜひ私も行ってですね、はい、1時間に1回の乾杯、実況中継はいらないですからね。そうですかぜひ やりたいなって、もうそのつもりでいたんですけども、それはないですかね。はい、酒蔵さんのインタビューはありますけどね。あ、そうですか、はい、それをぜひさせていただいて、ぜひぜひまたね、こう1時間に1回の乾杯、うん、ぜひやってください、はい、やりたいと思います、はい、また、吉田さんには、マンスリーゲストとしてさまざまなお話をお聞きしていきますので、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。インターネットテレビ電子地ステーションは毎週木曜日18時に更新しています。ヤフーやグーグルなどから検索できる電子地ステーション、ぜひ検索してチェックしていただければと思います。さて、電子地底では新しく夏のメニューが始まりました。電子地底の白ごま冷麦混ぜ麺、こちらは大谷地金魚印の手延べ冷麦と久喜産業の純練りごま白を使ったものです。白ごまスープを流し入れて麺をまぶしながらいただくという、一味違ったユニークな食べ方でお楽しみください。三重馬宿に横丁四日市宿の黒ごまを使った混ぜ麺と、電子地底の白ごまを使った混ぜ麺、こちらの黒と白をぜひ食べ比べていただければと思うんです、そういった方におすすめなのが白黒混ぜ麺味比べラリーです。電子地底と三重馬宿に横丁四日市宿2店舗の混ぜ麺を10日以内に両方召し上がっていただくと、2つ目の店舗の混ぜ麺が 10% オフとなります。1つ目の店舗のレシートを必ず持参してくださいね。詳しくはインターネットテレビ電子地ステーションをご覧ください。今お送りしている曲は三重県四日市市の与合郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲です。高潔智秀で大きな桜の木の下で、本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と吉田金次郎でした。それでは素敵な土曜日を。